起点に設置されている路線番号標識。すぐ近くには、野付崎灯台がある。北海道道九百五十号、野付風連合沿線は、北海道野付郡別海町と私別郡私別町に、またがる野付半島を結ぶ、一般道道である。北海道東部にある、日本最大の佐市の半島である、野付半島に向かって伸びる、道道路線。 別海町の国道244号から分岐して、戸戸原や龍神崎のある起点まで延長約1 8トルを極めて平らな細長い野付半島上を走る。国道244号分岐部は堂々の終点であり、起点は野付半島の龍神崎付近である。ほぼ全線が野付半島上にあり、半島を挟むように、 野付湾と知床半島を望むオホーツク海が広がり、半島の半ばから突端に向けて、とどわらや、ならわらなどの高涼とした風景を見ることができる。半島は、野付風連同立自然公園内にあり、夏から秋にかけ出現に、北海道特有の花が咲く原生花園があるなど、観光地となっている。起点野付半島自体の海岸侵食が進んでいるため、 気象条件等により閉鎖されることがある。起点の竜神崎付近から半島の先端方面へはダート時が続くが漁業者専用道路となっており、一般車は通行止めとなっている。起点には駐車場がある。ありがとうございます。